手持ちのカードを使ってますか吉シさん。私もね、五十肩で痛いなぁ、苦しいなぁと思ってるばかりじゃなくて、むしろね、ショート動画で五十肩をアピールすることによって、アクセスはね、結構取れてますね。いや、でもね、ショート動画結構飽きるなぁと思って、<laughs> 盛んにやってたんですけども、もう今はあんまりやってないんですよ。あのなんかね、たまにやるぐらいですかね。うん。だから、ショート動画はショート動画で続けられる人ってすごいなと思いますよ。 でもどちらにしてもダメージ受けてばっかりじゃなくて7コルビ八起きって言いますけども何かでダメージを受けたらせっかくだからねそれをなんかプラスに変えていきたいですよね、まあ、それができるのが YouTube なのかなと思いますんでこれからもその辺はやっていこうかと思いますけどねはいじゃあそんな感じにしましょうかいってらっしゃい